タンス預金をしている方、今回お話ししたことを聞いてバレないという自信があるのであれば、どうぞ続けてください。こんにちは、永井です。今回はタンス預金バレるとまずいの、そういったテーマでお伝えしていきたいと思います。やっぱり現金が一番安心ということで、コツコツ預金口座から引き出したお金を自宅に貯めていたり、家族に内緒でへそくりを貯め込んでいるという人がいます。いわゆるタンス預金は便利な反面、税務上はリスクがあるのですが、これを知らずに痛い目に遭うというケースは多いです。そこで今回はタンス預金へそくりの税務上の問題点を分かりやすく解説したいと思います。この動画を最後まで見ると、タンス預金をしていた場合に将来起こりうるリスクを理解することができます。ぜひ最後までご覧ください。なお、この税理士永井チャンネルでは、税金に苦手意識を持っていたり、税金の知識を深めたい、または節税を行いたいと思っているあなたに役立つ情報を配信しています。また税金や給付金に関する最新情報も逐一配信しておりますので、どこのチャンネルかわからなくなる前に、ぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いします。まずタンス預金、視聴者の中にはまだやってないよという方も結構多いかと思います。まあ、なんとなくタンス預金メリットありそうだなということで、やってみようかな、そのように考えている人もいらっしゃるかもしれません。じゃあなぜ銀行に預金を預けていればいいのにタンス預金をやるのかというところですね。一般的に言われるメリットはこのような形です。まずこっそり貯蓄ができるということですね。まあ、これはいわゆるへそくりですね。家族にも内緒で貯金を貯めて、まあ、いざという時、もしくは趣味に使うお金として取っておきたいということですね。まあ、貯金というと通常預金口座で行うことが一般的かと思うんですけども、現金派の人というのがキャッシュレス時代の今でも結構多いんですね。で、そういった方にとっては現ナマでどんどんお金が増えていくということで、まあ、貯金している実感があると、そのように感じている人は結構多いんですね。まあ、さらに現ナマだと使いたい時にすぐ使えるということですね。まあ、やっぱり現金が一番使いやすいよねと、そのように思っている方は当てはまるかと思います。まあ、さらに口座凍結の影響を受けないということなんですね。まあ、何らかの理由により口座が凍結された場合、まあ、例えば相続が発生したような場合ですね。相続が発生して口座が凍結されてしまうと、遺族が必要なお金を使えなくなるという可能性があるんですね。ところが現金でその被相続人のお金が残されていたとしたら、その亡くなった方の支払うべきお金をすぐに払えるということで、後々相続もスムーズに行えると、そういったことも言われております。まあ、さらにペイオフの影響を受けないということですね。まあ、ペイオフというのは銀行が破綻した場合に1000万円を超えた部分の預金は保証されませんよと、そういった制度なんですね。平成17年に解禁された制度なんですが、まあ、これによって1000万円超の預金を預けておくのは不安だと、そのように思っている人が増えたんですけども、現金で持っていれば当然ペイオフの影響は受けないということですね。よって安心だということで、一定金額のタンス預金を持っていると、そういうお話なんですね。まあ、ところがタンス預金問題点ありますよということですね。前提としてタンス預金があるイコール違法ですとか不正というわけではないんですね。きちんと管理をして、きちんと税務申告をしていれば、あなたの資産現金で保有しておくということは何ら違法行為ではありません。まあ、ただしタンス預金ですとかへそくりというと、どっちかというとネガティブなイメージがありますよね。まあ、例えば所得隠しですとか相続財産隠し、そういったことに利用されることがあります。まあ、つまり例えば現金商売をしている方なんかは、売上を一部除外してその現金を預金口座に入れてしまうと足がついてしまうので、現金で家に保管しておくということですね。まあ、さらに相続財産、預金ですとか有価証券、不動産などはすぐに税務署に把握されてしまうんですが、現金だと把握されにくいでしょうということですね。よって多額の現金、相続財産としてあったとしても、それを申告しないと、そういった人が非常に多いんですね。まあ、ただ所得税ですとか相続税の課税逃れを意図的に行っていた場合、つまりわざと行っていた場合ですね。そういった場合は重いペナルティ、重加算税という、まあ、もともと支払うべき税金に加えて 35% 以上の税金を払わなければならないと、そういったペナルティが課せられる可能性があるんですね。まあ、さらに重加算税が課されないとしても、うっかり申告漏れをしてしまったといった場合は、過少申告加算税、それが最低 10% ですね。
本来支払うべき税金の 10% かかったり、あとは利息の意味合いを持つペナルティの税金、延滞税がかかりますということですね。まあ、とにかく所得税でも相続税でも申告漏れ、これはペナルティが重いので可能な限り避けた方がよろしいかと思います。一見タンス預金というとバレないんじゃないのと、そのように考えている方多いかと思うんですけども、結構相続税などの税務調査においてはバレることが多いんですね。まあ、なぜかというと、まず一つに KSK というシステムが全国の税務署、国税局に張り巡らされているんですね。 KSK システム、国税総合管理システムというもので、これは何かというと、全国の税務署、国税局をネットワークで結んでいて、ありとあらゆる申告情報ですとか納税情報、そういったものを一元管理しているんですね。で、この情報を使えば、ある人の所得ですとか納税などの情報はどんどん蓄積されていって、まあ、この人はこれだけ稼いでいるんだから、これだけ資産があるはずだと、そういうのを弾き出せるんですね。よって、例えば相続の場合は、この人の所得これぐらいなのに、相続財産たったこれだけしかないのはおかしいと、現金などで隠し持ってるに違いない、そのように疑われるんですね。そして、よくよく調査してみたら、やはり多額の現金が自宅に保管されていたと。そういったケースが典型的なバレるケースということですね。国税の情報網を甘く見ない方がいいです。さらに、不自然に多額の預金の引き出しを行っていたということですね。国税側は預金口座の情報を全て把握することができるんですね。銀行からありとあらゆる入出金情報を入手できるので、その入手した情報の中から、例えば生前に多額の預金の引き出しがあったと、そしてその金額というのが生活費に有効費加えたとしても、そんな使い切れないでしょうと、使い切れなかった分どこかにストックしているに違いない、そのように推測してくるんですね。で、その場合に案の定実地調査を行った場合に多額の現金が発見されると、そういったことが起こりうるんですね。なので、現金監視されていないからといって溜め込んでいると税務署にバレてしまいますよということですね。まあ、ただどうしてもタンス預金しておきたいんだよな、そのように考えている方も多いかと思うんですけども、どうしてもタンス預金へそくりやっておきたいなという人は、まあ、所得税相続税の申告はちゃんと行うということですね。まあ、これは当たり前じゃないかと言われる方いらっしゃるかもしれないんですが、まあ、ちゃんと申告していればどうぞご自由にということですね。さらにやるとしても少額に留めておいてくださいということですね。まあ、数万円、場合によっては数十万円ぐらいまでは足がつかないかというふうに思われますが、まあ、ケースバイケースですね。何百万、何千万とやることは非常に危険ですよということですね。まあ、さらに、へそくりではなくなってしまうんですけど、なるべく家族にも共有しておくこと、そういったことが必要となります。自分だけしか知らないお金を貯め込んでいて、その方が亡くなった後に家族が把握できていない資産があったと、まあ、そういった場合は相続税の課税漏れということになってしまうので、先ほどのペナルティ課せられる可能性があります。わざわざ家族に共有しないよというふうに思われる方多いかと思うんですけども、リスクを回避したければ家族に情報共有をしておくことも必要かというふうに思います。今回はタンス預金について問題点、対策、そういったことを解説しました。今回の内容が少しでも役に立ったなという方はとても励みとなりますので、高評価いただけると嬉しいです。チャンネル登録がまだという方もぜひチャンネル登録をお願いします。またこのチャンネルで取り上げてほしいテーマなどありましたら、ぜひコメント欄にどしどし記載していただければと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。